アタル君酔ったらどうなるんだろう。酔ったらどうなるんですかね。酔ったことがないです。バッカスを一気に食べると眠くはなる気がするけど、あと半分。どうなるんだろう。俺も知りたい。酔ったらどうなるの。バッカスを一気に5箱ぐらい食べたら酔うかな。アルコールパッチテストはやると真っ赤になる。お前にちょっと話したけど、中学でさ、理科の実験でさ、アルコールの脱脂麺作った時に、そうそうそう、ついでにこの脱脂麺でアルコールパッチテストやってみましょうっつって、自分のさ、肘下内側手首の下あたりにさ脱脂麺つけてさ、やったら真っ赤っかになっちゃってさ、先生に教団とこまで連れてかれ、みんなこれがアルコールに弱い人ですよって見せしめにされた。鈴木くんはお酒が飲めない人ですね。恥ずかしかった。俺はもう酒飲めないんだな。晒し首にされた。